ようちゃんはしてほしい髪型とか顔のイメージによって似合う髪型変わってくるんで、うん、この横の2ブロックとかもより似合います、うん、はい、ということで本日はですね30代以上のメンズにしてほしい髪型を、引き続きリホちゃんに聞いていきたいなと思います。とうとうね今週が、3週連続春のリホ祭り終わりますのでね、ちょっと寂しいんですけども、まあ、今日もまたお付き合いいただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします、はい、で今日は髪型っていうことで、まあ、服装に関しては先週先々週ってやったんですけど、髪型はどういうのが好みとか、あとどういう髪型が自分に似合うか分からへんっていう方も多いと思うので、まあ、そんな話をねしていきたいなと思うんですけども、リオちゃんは髪型男の人に対して特に30代以上の人にしてほしい髪型とか、まあ、清潔感があって似合ってるっていうのも前提。出ました、清潔感似合ってる。はい、でもどうだろう、あんまり短すぎない方がいいかな。丸坊主まで行っちゃうと行き過ぎてる。うん、そうですね、うんうん、清潔感って結構男性の人はあんま分からん人多いんですけど、はい、具体的に言うと寝癖がないとか、うん、油切ってない、油切ってない、ちょっと今油切ってるんですけど、うん、僕ね、すみません。ちょっとそんなことないですよ。他なんかあったりしますか。フケとか。フケとかね、まあ、それはお風呂入ったらマシになるんですかね。そうね、うん、基本的なところ、まあ大抵のことはそんなことないですよね。だからってことは、まあ、こまめにちょっと美容室は行っといた方がいいかなと、うんうん、いうことですかね。はい、はい、伸びっぱなしはダメ。うん、ちょっと、あ、そっか、それこそこういう長くてパーマかけてる人とかいるじゃないですか、うんうんうん、あれはちょっと汚くないんでしょうけど、うん、なんか入っちゃったりしそうで、あのご飯とかに入ったりしそうでね。女子にも言えそうですけどね。確かに女子の方が言えそうですけども、じゃあそういうことで、でもたまに長くてパーマでもかっこいい人っていてると思いますか。いますね。じゃあそうやってモデルさんとも今までやった中で、まあ、かっこいい人もいてたってことですね。はい、やけどちょっと難しいと。うん、ちょっと大人っぽくなりません。確かに、うん、もうめちゃくちゃ今のいいところで、僕も今顔タイプ診断っていうのを受けさせてもらったんですけど、大人っぽくなるのと子供っぽくなるのって、まあ、子供軸が上にあって大人が下じゃないですか、うん、ほんなら子供っぽいのは前髪作ったら子供っぽくなるじゃないですか、はいはいはい、今のリホちゃんって間違いなく子供に寄せてるじゃないですか。そうですね、はい、で僕って逆におでこ見せてるから大人に寄せてると思うんですよね、うんうん、でそれ以外の要素としては、例えばセットしてるっていうのもこれ大人要素なんですよ。うん、でセットせずにペタンとさせると子供っぽく見えるんですね。そういうところでもうちょっとバランスは変わってくるかなと思うんで、うん、どう見せたいかで、うん、セットなしにするんやったら、よく美容師さんとかでセットなしでできますよ、この髪型できますって言うけど、それってより子供っぽくは見えちゃってるし、うん、やっぱセットした方が大人っぽくは見えてくると、いうこともありますので、まあ、そういうところはね確かにそうかなと思います。で、実際芸能人とかそういう、まあ、写真とかを使っていきたいなと思ってて、はい、でこれまあ著作権があるからアニメ風になってると思います、出てる時は、うん、はい、ということでね、まあ、顔のイメージによって似合う髪型変わってくるんで、僕もその髪型が分からなくて、それ分かってから髪の毛短くしたんですよ、うん、それが去年の8月ぐらいかな。それまあずっと長くて、ね、ひどいのがあるんですけど、インスタでね上げたんですけど、多分ここに映ってると思いますけどね、これ、あ、長い、確かに、とか、うん、こんな坊ちゃん狩りとかチャーミングとかね、フレッシュとかってあるんですけど、まあ、自分の似合う場所が大人系のエレガントとクールの間なんですよね、うんうんうん、だからまあパーマとか見いけるんやけど、まあ、おでこ見せた方がよりいいっていうのが分かったんで、うんうんうん、まあ、おでこ見せる方に今振ってるんですけど、うん、まあ、それが例えば拓造の場合は分かったけど、じゃあ芸能人で言ったら誰なんのってなってくるんですけど、こんな感じじゃないですか。はい、で、この人はですねクールなんですね、うん、でこのクールなんですけど、うん、このクールの人たちっていうのは基本的に直線なんでパーマが似合わないんですよ、はい、でクールの一番やったらあかんのはロン毛。あ、ロン毛が一番似合わなくて、まあ、EXILE さんはこんな感じなんですけど、こういう風にまあ全然似合わへんし、似合わない。あと昔の髪型でこんな髪型してたんですよ、EXILE の最初の時。そうなんだ、顔出ししてる特にそう、うん、でこの時もやっぱちょっと変な感じ、確かにちょっと違和感、やっぱり短い方がかっこいいというか、うん、似合ってますね、似合ってるっていうか、うん、っていうのがクールのイメージで、次のクールの人はこの人、あ、小栗さん。そう、小栗旬さんもクールの人なんですけど、完全に、まあ、長いのは苦手な感じです。でパーマも苦手、その曲線が苦手やから、あ、で、まあ、こんな感じでかっこいいんですけど、この辺まではかっこいいんですけど、うん、長くなってくるとちょっとずつ、まあ、これもかっこいいですけどね、あの髪の毛が縛ってるから直線はいいんですけど、あ、で、まあ、こうかっこいいじゃないですか、うん、でもやっぱただ長くなってくると変になってくるんですよね。あ、こういう感じとか、やっぱり短い方がかっこいい、こういう人は似合う人なんですね、こっちの方がやっぱかっこいいなっていう印象があったりして、それって顔の、長さとかにもやっぱ寄ってくるんで、うん、長さがちょっと長いんでこの人たちはクールよりです。そして、クールまたもう一人、
これ本田圭佑さんもクールなんですよね。で結構男の人にこのクール系って多いんですけど、うん、長いのが似合わないんですよ。こんな時あったんですね。そうでもっと長い時があって、一気にこうイメージダウンというか、うん、せっかくおでこ出してかっこいいんやけどクールはとにかくロン毛が似合わないんで、まあ、短くした方がいい、うん、もしロン毛にするんでもギュッてくくっちゃってさっきの小栗旬さんみたいにしちゃった方がまあかっこいいっていうのがクールの人の特徴。香川真司選手とかもこの人はねフレッシュなんですよ。ここフレッシュの人っていうのは子供顔になるんで、はい、どっちかっていうと、まあ、直線的な髪型が得意で、一番坊主が似合わない人、坊主が一番に日本兵みたいなのがここの人なんですよ、うん、これとかはパーマかかってるからやっぱり直線の人のパーマって相性悪いんで、うんうん、ちょっとカツラみたい。確かにちょっとかぶられてる感じが。かぶられてる、うん、で、まあ、坊主にしてるけど金髪にしてるからまだマシだけど、うん、これで黒髪やったらちょっときついかなっていうような感じですね。でパーマがちょっときつい、はいはい、似合いづらい。やっぱ目がとかキュッと直線やのに、はい、このパーマが合ってないっていうか、直線に直線になったってことですね。あ、そうですねっていう感じなんでちょっとこれは厳しいかなと。この人が、この人もフレッシュなんですよ。同じ感じなんですけど、こういう短いストレートな髪型は似合うんですけど、うん、かっこいいんですけど、で二宮さんが、まあ、こんな感じなんですよ。ミノなんだこれ、うん、カツラかなんかかぶってる、まあ、ヒゲとかも男の象徴なんで大人顔の人は似合うけど子供顔のフレッシュとかチャーミング次のチャーミングとかは似合わない。だからまあヒゲとかは微妙っていうのもあったりするんですけど、そういうのありますと。次こっちがでチャーミングの枠に行くんですけども、桜井翔さん、こういう人ってパーマとかが似合うんでこの曲線があるからクルクルしてるとかは全然いけます。外羽とかもかっこいいんですけど、まっすぐにするとちょっと変になるというか、ちょっと老けちゃう、ね、うん、でもこれはやっぱり直線になってるんですよ今ね、はいはい、でそれになるとちょっとなんか変な感じ違和感が出てくるんで、やっぱこうカール感がある方が似合ってくると。でこれも直線ですね、うんうんうん、ちょっと変になってるというか、うん、アンバランスな感じになってます。そして、チャーミングといえばもうこの人絶対上がってます、有吉さんね。そうなんですね。そうです、目が丸くて子供顔、はい、まあ、まん丸い顔してるんですけどね、うん、キャラクターとかもこういう顔してるから好かれやすい、うん、でこのチャーミングの人っていうのは司会の人が多くて、バラエティーのやっぱ可愛い顔の人ってマスコットキャラクターもそうやけど、うん、愛くるしいというか確かに親しみやすい。そうそう、だからその代わりでも会議とかでは意見がちょっと通りづらいからそういう時はオールバックとかにしておでこ見せたら会議の意見が通りやすいとかあったりします。やっぱ直線は似合わへんというか、うん、まあ、とかいい。ここが一番かっこいいところなんやけども、エレガント、曲線でなおかつ大人、うん、こういう人は何やっても似合ってて、短いのもいけるし坊主もいけるしロン毛もいけるっていう、この人が一番いい。マルチですね、うん、でこれはこういう、まあ、サッカー選手とかもそうだけど、うん、ヤマビーとかもでこういう短いのも確かにいける、おかしくないですねっていう風に、それぞれによってやっぱ、イメージがやっぱ違うので、うん、合ってへんとあれなんかしっくりこうへんなみたいな、うん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 、があると思うんですけど、まあ、それで言うとちょっとイメージ変えようと思ったらおでこを出してあげたりひげ生やしてあげたらいいんですけど、うん、似合わない人が出すと、微妙になってくるんで、自分がちょっと子供向きの顔ってやっぱ丸いんですよ、うんうん、丸くて、パーツが下に寄ってる人が、うん、マスコットキャラクターもそうだけど真ん中より下にあるんですよ顔が、うん、そういう人は子供っぽい顔やし、うん、逆に縦長でパーツが上についてる人、だから鼻から下とかが長い人っていうのは大人顔、阿部寛さんとか中盤面が長いってことですか、大人顔になってくるんで、そういう人はよりヒゲとかが似合ってくるっていう感じになってます。で僕はどっちかって言ったら、まあ、大人顔寄りなんですけど、うんうん、一回ね弟をちょっとやりたいなと思います、うん、はい、ということでね、弟を来てもらいました。で弟と僕ってリオちゃんが見てどう、似てる、やっぱりなんか目元とかでも雰囲気似てます。あ、もう似てんねや、うん、いや若干違う、違う、それが、今回の顔のタイプ別で言うと実は違うくて、うん、より結構クールより、だからエグザイルの淳さんとか、はい、そういう系統によってて、弟の場合もうちょっと子供っぽさもあんねんか、だから幼くちょっと見えるっていうか可愛らしい感じ。そうそうそう、で、まあ、それがちょっと嫌やなっていう場合は今からセットしていくけども、まあ、おでこ見せてあげるとか、あとまあひげ生やしてあげたりするといいんやけど、残念ながらこの人あんまひげが生えないと、まあ、我が家の、ね、うん、特性上あんまひげ生えないっていうことなんで、でやっていきます。でその時にさっきも言ってたけど、上にワックスをつければつけるほど大人になるか子供になるかって言ったら大人、そう大人になるので、まあちょっと子供っぽく見られるの嫌いなっていう人はワックスをまあ普段からつけてあげると。普段つけてるんですか。普段全然つけない。あ、そうなんですね。で今とかは例えばちょっと今までのイメージと同じような感じで、フレッシュ系でいきたいんやったら、うん、こういう前髪作っていってあげれば、
いいと思うし、いやもうちょっと大人っぽく見せたいなっていうんやったら、ちゃんとおでこ見せていってあげれば、うん、こうちょっとオールバックじゃないけど、でちょっとこうやって前髪を上げてあげると、うん、まあ、さっきより大人っぽく見えたりとかするっていう感じなんで、うん、どっちにしても弟の振り方としては、子供タイプのフレッシュからクールっていうここの幅しかやったらいけるんですけど、うん、曲線でこうパーマとかかけちゃうとすごい浮いてくるから、うん、ちょっと似合いづらいとか、うん、で僕今やってみたいな髪型とかもちょっとこう丸くなったりとかこうやってしてるんですけど、はいはい、そういうのはどっちかって言ったらエレガント寄りになっちゃうんで、まあ、こうまっすぐキャンってこう後ろにやってあげたりした方が似合ったり、あとツーブロックも似合う、この横のツーブロックとかもより似合いやすい。そっかすっきりするで、僕はあんま似合わないんでツーブロックはしないっていう感じで、こんな感じで兄弟でも全然違うんで面白いかなと思います。でもやっぱり女子的にはこうやって爽やかな方がいい。まあそうですね、うん、あんま下ろしてるよりも。あ、でも下ろしてるのも好きですね。下ろしてるのは下ろしてるので、まあ、子供っぽくなければいいって感じ。マッシュとかも結構好きです私。あ、マッシュね。マッシュ似合うのはフレッシュですね。だからこの人も多分伸ばせばいけますね。伸ばしてまっすぐにしてマッシュにするのもいける。僕は似合わないですけど。あ、そうなんだ。はい、ということでね、30代以上のメンズにしてほしい髪型ってことで勝手に僕はいろいろ喋ってたんですけども、まあ、リオちゃん的には、まあ、似合ってればいいってことですね、うん、似合ってればいいと、まあ、女子のよく言うことはですね、似合ってればいいって、それが分からんっていうことなんですけど、ね、まあ、今のみたいな感じで自分が子供顔なんか大人顔なんか、そして曲線か直線かって分けたら、うん、まあ、どのジャンルに入るかは分かるんで、まあ、それで自分が似合うような映像、まあ、探していけばいいんかなと思います。リオちゃんから何かありますか。最後春祭り3週行っちゃったけど、そっか、ポイント貯めてお皿を拓蔵さんからプレゼント。そうですね、お皿でいいんですかねなんか分かんないけど、いいかな、お皿で拓蔵さんのグッズをぜひいただいて。あ、分かりました。報酬はじゃあお皿ということでね、行きたいなと思います。ぜひ応募してください、はい、ありがとうございます。応募したって少女さんから応募受け付けません、行きません、そんなあの求めてません、必要ないです。分かりました、ありがとうございます、はい。じゃあ、りょうちゃんの方は、まあ、この3本全部なんやけど、下のインスタの方に、いや説明欄にインスタ貼ってるんで、興味ある方は見てもらったりしたらいいかなと思うし、はい、あとそれ以外にやったら、まあ、もし仮に例えば、撮影でりょうちゃん使いたいとか、モデルで起用したいっていう人がいらっしゃったら、もう直接りょうちゃんに言っていってもらえたら、僕全然噛んでないので、そこでマージンも何も抜かないですね、りょうちゃんががっつり、いただけるような給料をねお願いしますということで、まあ、あの下にほんまにあるので見ていただければなと思います、はい、ということでね、今回最初にわたって本当ありがとうございました。こちらこそお邪魔させていただいて、はい、少しでも役に立てれば幸いです。いやいやいや、ありがとうございました、まあ、これ以降の出演に関してはもう皆さんの声です。皆さんの声がなければもう終わりで、まあ、こっそりもりほちゃんとは、あとはうちで家族で会います。もうだから皆さんとは出ませんということでね、やりたいなと思うんですけど、まあ、皆さんから反応があればまたね、あのタイミングが合えば来てください、うん、もう無理せずでね、うん、お願いしたいなと思いますので、本日はですね、30代以上のメンズにしてほしい髪型というところでお伝えをさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それは苦難の連続だった。日々寄せられる心ない誹謗中傷、それでも前を見続けた、それでも進み続けた。そしてポップアップ5大都市開催、お客様の笑顔を見るために、日本企業を盛り上げるために、そして新たな挑戦、ジャパンメイドやポップアップ2023。